では7つ目の質問は、休みはどんなことをされているか聞いていきたいと思います。ちなみに休みが取れているのかどうかも含めて、では藤浦さんお願いします。休みは絶対に週に2日取れてると思う。土日に出ても代休とかすぐにこう取らせてもらえるし、休みの日はなんかグランピングとか、めっちゃアクティブ。知らんかった、どうしよう。同じ事務所で。コミュニケーション不足よ。なんか休みの日 もう絶対外出たいんですよ、私は。うん、なんか家におった方がなんかどんどんしんどくなる。とにかく自然を感じてます。1日でも、連休は珍しい。連休は結構ちゃんと取れてるかな、私は。連休取れたらなんかそういうグランピングとかキャンプとか行ったり、1日とかやったらなんかサウナだけ。すごい活動的、浄化みたいな。休みは絶対土日とか、その他の友達とかの休みは合う。ああ、でも報道は土日出たりとか、うん、だから会うときは会うし、もう会わんときはもう一人でどっか行く。じゃあ一人でできる趣味を持ってるってこと。私は報道部ってそもそもシフト制なんですよ。なんか土日が、まあ、出勤もあったりとかあって、なので連休が、まあ、ある月もあればない月もあったりとかバラバラなので、1日だけ休みの時は家にこもるタイプです、私は。逆ない家にこもるタイプで、それこそ特番とかが落ち着くと休み取りやすくなって、有給とかも取りやすくなるので、そこでガッとこう有給を土日とうまいこと使って、私は旅行に行くタイプです。だから休みの日はむしろその旅行に行きたいところとかを探したりとかしたりしてます。その報道の番組 1.37 の番組ですごい休みなく働かれた後の1回目の休みって何されたんですか。わー、何したんやろ。寝てたと思う。にこもって、寝てた。もうお昼過ぎぐらいまで寝てた気がしますね。平日とか休み取れるから比較的安く旅行行けるのメリットやんな。めっちゃいい、うん、そうです。どこをうまいこと使って、うん、友達とよく出かけてます。では最後の質問に、間違えました。あ、よかった、もう終わりか思った。寂しいんや。あ、ね、すいません。では、8つ目の質問は、今会社にこれがあったらええのになっていう制度だったり設備だったりあったら教えていただきたいと思います。サラさん、でも育休も産休もあって先輩方も取られてて、制度か、充実してるなって実感しかないんですけど、どう？僕は一人暮らしをもっとしやすい制度があったらいいかな。社宅はないから、なんかもしかしたらそんなんがあったらいいのかなって思うのと、制度じゃないんだけど、部としてテレビ業界を盛り上げていくには新しいコンテンツもっと発掘しないとなっていうのは思っているから、そういうと開拓するような部署があったら面白いのになみたいな。これは報道部だけになると思うんですけど、皆さん自分の席ありますよね。自分の席あると思うんですけど、報道部フリーアドレスっていう、かっこよくカタカナでフリーアドレスっていう、今でもいいですけど、横文字でね。正直言いますと自分の席が欲しいです。毎日さ、座る席迷う？まあ、でももうある程度みんなやっぱ自分が一回座ったところに人間で行く習性みたいなのが多分あるから、ある程度もうもはや決まってる、フリーアドレスって言いながら決まってる、なんかこの人ここやなみたいなのはあるんやけど、やっぱ自分の荷物とかを毎回ロッカーに戻して、できたら
また自分の席決めて荷物出してきて、うん、っていうのが、書類とか資料とかもまあまあ多い部署ではあるし、そうそう、ロッカーがもうもはや入らへんみたいな感じ、うん、いや机は絶対もう帰るときとか、お昼行くときとかも全部荷物持ってない。いや、お昼は置いてるんですけど、帰るときはもう全部なくします。だから全部きれいにしてる状態。ちょっと長い取材とかやったら、なんか気を使ってちょっと全部やっぱ片付けてから行こうって。うん、だから面白い、変なのが特番とかって全員出動じゃないですか。出社したら、あの誰か 2,3 席なくなるみたいな。席なくなって残念みたいな言われて、残念ないわ、頑張れ、そう、そんなんが繰り広げられるから、そうですね、自分の席があったら嬉しいなって。あ、そう、でもスポーツ部あれやわ、みんな席一応固定で決まってるけど、フリーアドレスみたいな感じでみんなバラバラで座ってて、それはちょっと分からない。俺帰ったらなんか別の人座ってるとかあるもん。あ、全然いいっすよ、いいっすよみたいな感じで。あるある。あるある。すごい。フリーアドレス。そう、もう自由だよ。こっちもフリーアドレスみたいなもんやわ。フリーアドレス。一応パソコンとかあるけど。それ横文字使いただけでしょ。そうでしょ、フリーアドレス。でもあれやな、パソコンとか、こうみんな各自用意されてて、持ち運び便利な薄いやんな。そうそうそう、フリーアドレスしやすい。まあ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 。フリーアドレスに適してるパソコン。違うんですか、パソコン。いや、ちょっとまだフリーアドレスに適してないパソコン。あ、そうなんですね。ちょっと重い。ちょっと大きめの。そうそう。各自みんなパソコンあってって感じ。最後の質問に行きたいと思います。もう最後か。もう最後か。寂しいな。ほんまに思ってます？ほんまに。ちょっと居心地ようなってるもん。フリーアドレスにやっぱ適してるから。適してるな。どこでも、どこでも勝手に座ろう、報道部の席。怒られてください。はい、では最後の質問は、今後の目標が、目標はありますでしょうか。キャリアアップについてでもいいですし、何か実現したいことありましたら教えてください。私が来ると思ってたんですけど、そうですね、4月から3年目になるので、おそらくまあまた報道部だろうと思っているので、今年チャレンジしたい、まあ、具体的になりますけど、内容としては、あのヤングケアラーの問題について、これはもう必ず今年1本特集すると決めてます。で、長い目で見ると、あの入社してからずっと報道部で、まあ、いろいろ社会のことはいろいろ学んできたつもりではいますけど、会社の中のことについて全然知らないんですよね。だからそういうことを学べるところにも行ってみたいなと思ってます。次は中に関しても。そうですね、うん、では同じく子供の藤原さんの今後の目標は。先輩の目標がすごすぎて。すごいね、後輩の目標が。すごすぎて。具体的すごい。そう。私はまだその裁判とか事件とか、そういったのやったことがなくて、次、後輩とかも入ってくるし、こう、そういう幅広くやっぱり取材とか経験したいなって思うのと、私も長い目で見たら、もう全然会社のことが分かってないから、なんか他の部署の方の仕事の話とかを聞いても、なんか共感したいけどできないとか、なんかその人の一日の動きとかも全然なんかイメージしにくいから、なんか将来的にはいろんな部署を経験したいなって思う。そうだ。するのはあれやけど、なんか会社入る前は、あ、テレビ局かっこいいがモテるんちゃうんかみたいな、モテたいなっていう感じで入って、かっこいいっていうイメージやったから、普通にあの女の子からモテたいみたいな感じで入って、でも会社入ってからはこう地元の
こう高齢化社会みたいな感じやから、地元のおばあちゃんとかおじいちゃんとかから見たよ、もうかっこよかったよとか言われる方が嬉しくて、そういう、こう高齢者の人でもこう見やすい、わかりやすい中継っていうか、ちょっとわかりにくいけど、そういうのを目指して、まだペーペーなんで、しっかりもっと一つ一つのことを取り組んで楽しくやっていけたらなみたいな目標ですね、僕は。え、かっこよかったよって言われるんですか？言われる言われる。おばあちゃんって、うん、こうカメラ持って行ったら、お兄ちゃん、なんか頑張ってんねみたいな、サンテレビ見てるよ、お兄ちゃんかっこいいやん。あ、球場でってことですか？そう、そういうこととか、あとはまあグッズショップとかね。あ、そういるから、あるある。おばあちゃんめっちゃある、おばあちゃん、おじいちゃんよく言われる。で、あ、地元の人を見てくれて嬉しいって思う。そういうのが一番嬉しい。嬉しい嬉しい。タイガースの沖縄キャンプ行った時も、沖縄やから全国からいろんな人が集まるけど、こう全国の人らからも、なんで東京サンテレビ見たいのにとか、ありがとうみたいな言われるのがめっちゃ嬉しかったです。すごい根強いファンの方たくさんいますよね、サンテレビは。いますね、いますね、地元の。もう地元から愛されてる仕事やなって思いました、本当に。世代、年齢関係なく平等に使えるテレビっていう媒体だからこその、そのファンでいてくださる方たくさんいるのかなと思いました。はい、アナミさん、はい、何でしょうか。サハラさんは高齢者の方結構言ってたんですけど、僕は今テレビ離れっていうところが言われてるこのテレビ業界で、若者向けの新しいコンテンツっていうのをすごく発信したいなっていうのが一つ目標であって、で、まあコンテンツがどんどん生まれてくると魅力っていうのが生まれてくるんで、営業部ってやっぱそういう売り物になるような魅力を売る仕事やから、まあ、結果的に数字がついてくる。一番はテレビの魅力を売るっていうのが一番の仕事のモットーなんで、その魅力を自分からも作っていくっていうのが大事かなと思ってて、せっかくレミタのレッツハンドボールで、この話がしたかったんですけど、で、本当に TikTok で最前線の方のお話も聞けたんで、まあ、そういう若者向けのコンテンツっていうのもやりたいなと。で、今ショート動画が結構流行ってる、これもちょっとショートとかになると思うんですけど、そういうのとかも YouTube 媒体、ショート動画、それもテレビに含めていろいろな SNS も絡めてどんどんコンテンツを作りたいなと思ってます。私もそれで言うと、将来番組が作りたいなっていう目標があるんですけど、本当に今ってどの媒体でもいろんな映像が見える時代なので、面白ければきっとテレビも YouTube でも見てくださる方がいると思います。なのでそういう若者離れも含めて、関西の身近な家族だったり友達が楽しかったって言ってくれるような、あの番組が将来作れたらすごくいいなと思っています。はい、以上でこの座談会を終了したいと思います。皆さんの参考になれば嬉しいです。ありがとうございました。